しばらく使ってなかったからちゃんと動くかどうか。確かこの辺だったような。あ、あったにょん。相変わらずここの団子は美味しいのぜ。そうねー、何個でも食べられちゃうわ。うっふ、美味しいにょんね。そういえば桜が咲いたから今度花見にでも行こうぜ。いいわねー、屋台が多いところにしましょう。霊夢は花より団子にょんね。うっふ、どうしたのヨウム、なんだか機嫌が良さそうね。最近新しい趣味を始めて、それが楽しいにょん。へえ、何をやってるんだぜ。実は魚釣りだにょん。釣りか、確かにお腹も満たせるしいいわね。食べるためだけじゃなくて釣りそのものが楽しいんだにょん。海でも行ってるのぜ。のんのん、近所の用水路や池だにょん。あら、そんなところで魚なんて釣れるの。船釣りをやってるにょん。船か、あんまりイメージが湧かないが面白いのぜ。釣りは船に始まり船に終わる、と言われてるにょん。釣りの基本やら奥深さが味わえるにょんよ。そうなんだ。どうして釣りを始めたんだぜ。この前パチュリーたちと話をしてた時に、釣りのことを思い出したにょん。それで昔持ってた竿を探したら残ってたから試しにやりに行ったら。ハマったのね。そうなんだにょん。まあ、業務にもあってそうだし、いい趣味じゃないか。船か。ちゃんと調理すれば食べれそうね。よし、たくさん釣れたら私に分けてよ。処理や渡すまでが面倒にょん。いいじゃないよ。いい考えが浮かんだのぜ。まるまる城公園に花見に行こうぜ。あそこで花見をしてから、お堀に繋がってる水路で船釣りもできるんじゃないか。確かにそのあたりにも釣り場はあるにょん。やるじゃないマリサ、一石二鳥ね。へへ、照れるぜ。よし、じゃあ、早速次の休みに行きましょ。まずいまずい、急がないと待ち合わせの時間に間に合わないわ。そうだわ、あの子も連れて行ってあげましょう。おお、綺麗だな。天気も良くて最高だにょん。よし、それじゃあ楽しむわよ。いやー、やっぱり花見はいいな。そうだにょんね、他の人も誘ってまた来ようにょん。食べ終わったら、魚釣りに行きましょうか。そうだな、食後の運動にもなるんだぜ。腕が鳴るにょん。こっちだにょん。この辺りでやってみようにょん。そういえば餌はどうするのぜ。もちろんこれだにょん。ひぃ、何よ、ただのミミズじゃない。わ、私は苦手なのぜ。あんなに変なものを集めてるのにミミズは苦手なのかにょん。いいだろ、トラウマがあるんだぜ。まったく、メリエも持ってきたからマリサはそっちを使えばいいにょん。ほ、助かるぜ。よし、それじゃあ始めましょう。おお、よし、釣れたにょん。お、こっちも釣れたぜ。やるわね。私もおかずをゲットしないと。いやー、結構釣れたのぜ。そうだにょんね、やっぱり楽しいにょん。確かに面白いのぜ。夢中でやってたからすっかり夕方だぜ。そうにょんね、今日はあと1匹釣れたらおしまいにしようにょん。私まだ1匹も釣れないんだけど。物欲センサーってやつだな。なんか来たぜ、なんか。妙に重いぜ。声がかかったのかもしれないにょん。ま、マジか、引っ張られるのぜ。妙にも手伝うにょん。行っちゃったわ、私は片付けでもしてようかしら。な、何かしら？誰かしら、マリサたち。じ
ゃないわよね。おじさんね。服装からして新職の方かな？お嬢さん釣れるかい？釣れてますよ。ちょっと、お魚見せてくれるかい？どうぞ。ほう、大量だね。いくらかもらっていいかな？友人の分もあるのでなんとも、なんか変な人かしら？いただくよ。いいな、生臭いな。なんなの？殺生だよ。殺生はいいな。お嬢さんも、もらっていいかな？やめて、来ないで。お嬢さん、なんか奇妙だね。進捗があるね。なんでだい？なんでか聞いているんだ。巫女だから？なるほどね。でもそれ以外にも何かあるね。残念だな。本当に残念だ。また来るよ。なんだったのかしら。まさか。いやー、恋はさすがに重すぎてダメだったぜ。竿が折られなかっただけ幸いだったにょん。はぁ、あ、どうしたんだぜ霊夢。霊夢何があったんだにょん。なんて説明したらいいのか。霊夢、お腹は空いても船は生で食べない方がいいぜ。そんなわけないでしょう。そんなわけないでしょう。ということがあってな。相変わらずいろいろ起きているわね。パチュリーは今回霊夢の前に現れた奴はどんな存在だと思うんだぜ。そうね、なんとなくだけど、一種のたたり神や死神みたいなものに思えるわね。他には信仰をなくした神様が変異したものとかも考えられそうですね。心配事が尽きないわね。なーに、いつものことだぜ。霊夢を私の研究対象として論文を書きたいと本気で考えちゃうわ。そうだ、キネイマルにお願いしてた件の進捗はどうなのぜ。はい、依頼されていた諏訪湖さん捜索ですが、まだ見つかってはおりません。そうか。ですが、諏訪湖さんの足取りを追う中で、とある方にお話を聞けました。名前はかな子さん、さなえさん、諏訪湖さんとかなり親しい人物のようでした。詳しく話してもらえる？わかりました。諏訪湖さんを捜索していたところ、情報提供したいと連絡がありまして、待ち合わせ場所に向かいました。本当にここで合ってるんでしょうか。とりあえず中に入ってみましょう。あなたが、連絡をくださったかな子さんですか？こんなところに呼び出して悪かったわね。あまり周りには聞かれたくない話だから。いえ、ご連絡ありがとうございます。早速ですが、お話を聞いてもよろしいですか？その前に、こちらからも質問いいかしら？構いませんよ。かな子さん、どういうことですか？しつこい奴らね。お前らに諏訪湖は渡さないわ。私は諏訪湖さんにただ話が聞きたいだけで。しらばっくれるんじゃないわよ。お前らの目的は、禁忌の歌、だろ。禁忌の歌、それは何でしょうか？あれ？違うの？はい。はぁ？どうやら本当に知らなそうね。突然悪かったわね。ならどうして諏訪湖を？私の知り合いで、さなえという方がいるのですが、その方を探して、そして救うために情報を集めているのです。あんたさなえの知り合いなのかい？はい、学生時代の同級生です。そうか。さなえのことなら私にとっても他人事じゃないわ。わけあって、諏訪湖の居場所は今は話せないけど、できる限り力になるわ。詳しく話を聞かせてくれ。ありました。というわけです。そうか。さなえは今。わかった、諏訪湖にも話しておくよ。何かわかったらこちらからも連絡するよ。お願いします。霊夢は、元気にしてるかい？霊夢さんをご存知なんですか？あの子は記憶にないかもしれないけどね。
すごく元気ですよ。いろいろ大変そうですが。そうか、よかった。どういう関係で？すまない。また今度お話しするよ。そんなことがあったのぜ。また何かあったらお伝えします。あ、どうしたんだぜパチュリー。関係あるかわからないけど、一つ思い出したことがあるわ。サナエが霊夢についているものを調べ始める少し前ね、1週間ほど連絡がつかないことがあったわ。空白の1週間ですか。そこで何かがあったのかもしれないのぜ。